天の川銀河における、ホザの一クレジット、NASA、DOE、インターナショナルラットチーム、ホザ超新星残骸、ホザ超新星残骸、ベラスーパーのバレムナント、ゴム16は、南天の星座ホザにある、超新星残骸。元となった、超新星爆発は、太陽系から約800光年離れた場所で1万1000年から1万2300年前に発生した。 1968年にシドニー大学の天文学者によって発見されたホザパルサーとホザ超新星残骸との関連性は、超新星が中性子星を形成するという仮説の直接的な観測上の証明となった。ホザ超新星残骸は NGC2736 を含んでおり、それとは約4倍離れた位置にあるトモザ A とも重なり合っている。 友座と保座の超新星残骸は、それぞれ X 線領域での観測において最も大きくかつ明るいものに数えられる。保座超新星残骸は、基地のもので最も地球に近いものの一つである。双子座のパルサーゲミンガと同じ保座の南東側で発見されたベラジュニアは、さらに太陽系に近い位置にある、超新星残骸である。ベラジュニアは、太陽系により近く、 またより最近に爆発したにもかかわらず、ほとんどの波長においてほざ超新星残骸にうず漏れてしまうため発見が遅くなった。ありがとうございます。